今日の話題は、橋本徹、祖国のために命を落とすのは違う。ウクライナ人はプーチンが死ぬまで国外退避して20年後にもう一回ウクライナを立て直そう。元大阪府知事で弁護士の橋本氏52が3日、フジテレビ朝の情報番組目覚まし8に生出演した際に発言した内容がネットで炎上している。最近もウクライナに行って戦えというツイートに批判が殺到した橋本氏だが、今回はどんな問題発言をしたのだろうか。橋本氏は同番組でロシアに侵攻されたウクライナに住むすべての人々に対して、国外退避すべきだと持論を展開。同番組に一緒に出演したウクライナ出身で日本在住の政治学者であるグレンコ・アンドリー氏との会話の中で、具体的には以下のように述べていた。祖国防衛のために命を落とすことが一択になるということが僕は違うと思うんですね。今ウクライナの方々が命を懸けて戦っていることには本当に敬意を表しますけども、本当にそれだけなのか。一旦、日本に逃げておいでよと。日本がかつて太平洋戦争でそういう時があったわけじゃないですか。僕はもう少しずる賢く考えればプーチン大統領だってどこまで生きるんですか。今70ですよ。あと30年も生きられませんよ。西側諸国がロシアの経済制裁をやってるって言うんだったら、ロシアの瓦解を狙っているって言うんだったら、ロシアが瓦解するまで国外で退避したっていいじゃないですか。祖国防衛、そこで命を落とすそれしかないという状況にみんななってしまうと、国外退避することが恥ずかしいことだ、それやっちゃいけないことだ、売国奴だという批判を恐れてしまうような空気、僕はおかしいと思う。アンドリューさん、日本で生活してて良いんでしょう。未来が見えるじゃないですか。あと10年、20年国外で頑張りましょうよ。そこからウクライナ立て直したっていいじゃないですか。プーチンだっていつか死ぬんですから。ウクライナ国民をどんどん国外退避させたらいいんですよ。だって西側諸国は武器しか供与しないんですから。橋本氏は、全ウクライナ国民を10年から20年ほど国外に退避させて、その後に国へ帰ってからウクライナを再建したらいいと発言したのだ。これでは、まるで国を追われたユダヤ人たちが国を再建しようとして現在も紛争の火種となっている中東のイスラエルの二の舞ではないだろうか。この橋本氏の発言に対してアンドリュー氏は番組内で以下のように反論した。仮に100万人が逃げても4000万人がウクライナから逃げられません。ロシアに支配されたら必ず殺戮が起こります。それはロシアという国の本質なんです。彼プーチンはいずれ死ぬとおっしゃいますけど、彼は70歳で元気ですよ。あと20年生きるかもしれません。その20年の間にウクライナ全土に何をするかわからないし、もし彼のウクライナ支配が確立した場合、次に似たような指導者が出てきたらそれ支配が続くんです。独立性を失った状態は長引くかもしれないんです。橋本アホすぎ、わろたまずロシアに撤退しろということだろ。プーチンが死ぬまで国外退去して的を打って理屈すごくね。しかも直接ウクライナ人にこれを言うとは信じられん。本当に？今、ウクライナでは女性や老人まで戦っているのに、安全な日本から、ちょっと違った発言をしてマスコミ的に。目立とうと思ってるんじゃねえよ。チベットがどうなった？橋本は歴史に学べない愚者だよ。20年後戻れる保証なんてどこにもない日本で言えば北方領土、さらに悲惨なパレスチナ人に同じこと言えるの？一度出て行ったらもう自分たちの土地じゃなくなるんだよ。戻れるというのは楽観的すぎる。橋本氏は、戦いたいものだけ戦えばよく、逃げたいものを無理やり戦争に加えることはおかしい、と言いたいのだろう。そこだけを見れば確かにそこまでおかしいことを言っているわけではない。ただ、これは侵略戦争。負けたら国が滅ぶレベルの話。国家元首が国を守るために戦力を増強する判断をしたならそれに従うべき。細かい情報が入ってこないのでわからないが、ウクライナ人の多くは徹底抗戦を支持しており、戦争したくないといった人を無理やり逮捕したり罰を加えているようなことはないと思う。ウクライナの人々は自分の国は自分で守るという強い意志があるのをむしろ尊敬します。北方領土という4つの小島ですら70年以上帰ってこないのに、その間何人の大統領が変わったんだよ。ウクライナという広大な領土がプーチンがいなくなっただけで20年後に取り戻せるとは、どういう理屈なんだろう。
何が命を落とすのは違うだよ。富も経済も地位も全て祖国ごと捨てて難民になれとか半殺し状態で生きるようなもんだ。よく言えるよな、そういう生活を体験してから言えよって話だよ。まあバランスだけど、だけど抵抗しないとプーチンみたいなやつのやりたい放題になる。日本やヨーロッパ諸国など世界の国は先祖が命を懸けて戦って勝ち取ったのが今自分が住んでる国だぞ。橋本は歴史を知らないのか、目を背けてるのか。ロシアがウクライナにやってきた仕打ちを知れば、ロシアと握手するくらいなら死んだ方がマシだという気持ちがよくわかる。橋本はウクライナ人に偉そうに説教する前にウクライナの歴史を勉強しろ。橋本の個人的な意見は尊重するが、公共の電波でこれを垂れ流すのはどうかと。それぞれの国で先人が脈々と守ってきた土地があり、それを命がけで守るるしごく当然なことを否定するお粗末な人。普通に考えてさ、中国が日本に侵攻してきて日本国民が日本列島から全員逃げてさ、20年後金平がいなくなったからと日本列島返せと立ち上がったとして、アメリカとか助けてくれると思うか。領土を譲ったのはお前らだろ。今さら取り戻したいとか言うなら、お前らだけで領土奪還やれようと言われるだろ。一度占領された領土は二度と戻ってこないのは国際社会の常識。竹島、北方領土から学んでないのか。北方領土を取り返してみろよ。ウクライナ人に対して見本を見せてくれよ、橋本先生さん。もそもなんでウクライナに文句言ってんの。ロシアが引けば問題解決やろ。ロシアに引くように助言つぶやけや。ご視聴ありがとうございました。